って今9時だから、うん、あと3時間、うん、明日という、うん、あと3時間です。いやー早い早い、ね、嬉しいね。でもこうして21年じゃない、もうリナが21に書いてくれたから青でね書いてあるの。あ、写ってる？あ、ちょっとさ、ちょっと写ってないかもしれへん、うん、ああちょっとこうやったら、ね、ちょっとこうちょっと上にやったら、ああ見えてるかな、一瞬見えたかな、うん見えてる、ここから斜めにね、右右上がりにね、ずみこ私お絶叫だな、あー名前順に、ね、分かりやすさすごい、一人背が背が高い、ね、でもちゃんとね21年のね歴史が詰まった写真集持ってるし、歴史が詰まった記念して今週はなんと7日間連続でみんなでね、ショールームみんなでっていうか、いろんなねメンバーが代わり代わりでショールームをしていく予定ですよね。やってたもんね、みーちゃんとハルちゃんがね、やってたやってた、ね、そしてみーちゃんとハルちゃんがお送りした1日目について、今日はこの3人でお話ししていきます。皆さん最後まで楽しんでいってください。はい、コメントもしてください。コメントコメントね、今日めっちゃ見やすいのよ、本当だ、うん、そう画面もね大きく、うま、気合い半端ないってだってあ、早い、あそこが早い、頑張りき、うん、ありがとう、頑張りき、レアな3人だ、ユッピーマン、そうね、ユッピーマンなんていうあだ名があるの？そうなの、私あの今年はなんかもんちゃんがもんちゃんがつけてくれたあだ名で、なんかユッピーマンとかあのニジカがしもしもだったり、なんかえごめんごめんちょっとごめんそこもっと知らなかったわ、ニジカはイシモリのしもでしもしもで知らん知らんもんちゃんはトミちゃん、スズもトミユの、ああ間を取るやって、そうそれをね年内にね呼んでほしいなって思って、ユッピーマン、そうユッピーマンって、え今年のあだ名はユッピーマンで行きますみたいな、そう行きますみたいな、え呼ばれてる、ちょい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 ちょっとしんちょっとずつ浸透はしてるのね、ちょっとずつ、でも自分でもなれない、ユッピーマンって言われてうんみたいなそうでもね、こんな感じでコメント待ってるんで、コメントも来てみるかな、うん、あ、本当だ、ユッピーマン、ユッピーマンちゃんと浸透してる、ボルボックス、ユッカお洋服が可愛い、あ、ね、2万人見ていただいている、2万人見ていただいています、やったー、ありがとうございます、あ、上こっちに見れた、あ、なるほど、なるほどってくれてたんだ、ゾンビ、あ、ほんと、あ、何年なあねって今え、ヨネ髪切った？ヨネは髪を切りました、ね、切りました切りました、しかも色もすごい良くない、ありがとうございます、姉さんだよ、ね、でもちょっと、うん、結構、ね、明るかったんやけど、うん、ちょっとだけちょっとだけ暗くした、めっちゃいい、似合うてか、ね、イヤリングも可愛いし、ね、なんかどんどん大人ようになってる恥ずかしいなこんなこと言われちゃった恥ずかしいなむーちゃんも今日はリボンで可愛いし、そう、うん、めっちゃリボンやん、そう靴下にもリボンついてるから、えー可愛い、はい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 、違うだってさ、さっきさ、うん、後ろ見えてるかな、あ見えてる、なんか、うん、それぞれのなんかぽいやつを書こうっていう時に、そうそうそう、トランペットじゃないのを書こうとしたんだよね、本当ね、そうだけど思いつかなかったね、でゆっかをリボンかなってなったけど、うん、結果トランペット見えてるのかな、見えてるの、トランペット一瞬すって、はいはい、はい、トランペットです、はい、オッケー、ヨネがお米でね、ヨネがね、そうボロボックスか迷ったけどね、で今回はお米を優先してみました、うん、優先ですね、というわけでね、早速コメントがいっぱい届いてるんですけど、はい、うん、あ予約したよって方 もいらっしゃるのかな、うん、いらっしゃるのかな、先行カットとかもあるからね、ぜひ皆さんに見てくださったのか教えてくださったら嬉しいですね。ちょっとね今ねコメントが止まってるからみんなちょっと待ってね。ちょっと待ってね。みんなちょっと待ってね。ちゃんと読むからね。うん、読みますよ。そう、うん。週刊プレイボーイさんでね。うん、ちょっとだけ、うん。あ、そうそうそう。今発売中の。ああ。そうそう。これもう見てくださったかな。見たかな？みんな見たかな？じゃん。
ントとかもいろいろ。え、懐かしい。そう、なんか最初にさ、全員で撮影させていただいたの覚えてない？プレイボーイさんで。みんなで白いワンピース着て。その時のやつもあるよ。懐かしい。懐かしい。これ真ん中椅子空いてるもんね。そうそうそう、誰も座んなかったんだよこれ。いや、すごいよね。懐かしい。その時の撮影で、撮影ってこんな楽しいんだみたいな。うん。終わった。あ、懐かしい。みんなは、みんなは買ってみてね。ここでしか見れないカットもあるのでね。そう、あ、そう、そこ、ここのカットはね、写真集には載ってないカットなんで。そうそうそう。レアなものなので。ぜひぜひ。と思います。あ、コメントが復活しました。コメントが復活しましたので、みんなよろしくお願いします。どこに売ってるの？どこに売ってるの？コンビニにきっと売ってるよ。コンビニにきっと売ってる。ローソンにも売ってるよ。予約した。予約した。もう予約してくださってる。ありがとうございます。嬉しい。嬉しい。コンビニなかったよ。もう売れちゃってたのかね。ちょっとね、ちょっと。ちょっと待ったら、また入荷していただけるのか。ね、嬉しい。じゃあそしてそして21人の未完成、なんといっても見どころは21人のメンバーがそれぞれ違った21人のカメラマンさんに撮っていただいているっていう部分です。せっかくだからさ、なんかお互いのページがどんな感じなのかちょっと紹介していく。じゃあリナからいくか、名前で。おお、はい、どうぞ、はい、どうぞ。これじゃん、じゃじゃん、見えてますかね。もうちょっと後ろにしましょうか。はい。ほい。なんか可愛いな。と何を話せばいいんでしょう。小動物の衝動っていうタイトルで。どういうところで撮ったの？東京で。うん。普通に街にも出て、室内でも撮っています。すごい可愛かった。なんか家の半分。うん、これが最初の方に撮ったやつで、うんうんうん、半分なんか素な感じ、すっぴんな感じ、うん、ああ、じゃあメイク薄めのね。それでその時はなんかなんだろう、本当道路道路道路街中でも、街中でも撮ったんですね。そうそうそう、私めっちゃ好きです、のむーちゃんのやつが、うん、そう、なんかそんなに道というか街なのに、うん、なんかその後ろ姿というか、ちょっとあの角を曲がった先にいるむーちゃんのなんか一部、むーちゃんの一部一部、むーちゃんの一部後ろ姿が映ってないのにめっちゃ可愛いの。そう、なんか、ね、天使だなって思った。しかもさ、なんかリナの可愛い感じの、うんうん、ザ可愛い撮影だったじゃん。待って、もうタイトルが小動物っていう、なんか貴重だなって思った。なんかこの感じ気合いでこういうなんか可愛い衣装着て映えるリナのポテンシャルというか、なんかあ、こういうの見たかったなって思った。リナのポイントがめっちゃ褒めてくれますね。本当に可愛かった。うちあれがめっちゃ、あのさ、見てくれたの？見た、ちゃんと見た、ちゃんと見た。なんかそのあのね、詳しくあんまりあれだよね、言うちょっと買ってから見てほしいんですけど、買ってから見てほしいんですけど、あのある家具に、家具の中に入ってるっていうのかな、 あれめっちゃ可愛いんですよ。めっちゃ可愛かった。なんか本当にお人形さんみたいに、本当お人形さん、お人形さんみたいだったの。そう、穴開いてるんですよ、家具に。そう、なんか本当に入ってるみたい。入ってるみたい。ちょっとチラ見せしちゃう、しちゃう、きっと見たいかもしれない。でもリナのおすすめショット、うん、ね、一番ここ見せたいなって、ここなら今チラ見せして大丈夫だよって、特別に見たいって、みんな見たいだろう。あ、全部見たんだぞ私は全部見たんだぞじゃあそのユッカーが言ってくれた、あ、これ見開き、見開き1ページ見せちゃって、うん、いいの、いい、いいの見せちゃって見せちゃうよ。半分だけね、半分だけだってあ、もう見えてた。可愛いですこれ。このリナの一部ね。一部、一部ね。この一部でもう本当可愛いっていう絵になる。いや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 、全然。だってこの街並みにね、こんな美少女みたいな。あ、そっかそっか。ダメですよ。ダメだよ。
可愛いね。そう家具、家具。そうこれ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 。で2個家具に入ってるね。この家具に入ってるのが私はもうおすすめです本当に。部屋めっちゃ可愛いしね。そう可愛かった。全部可愛い。そう理想の部屋だった。カメラマンさんはここまでで。あカメラマンさんはね、ね、もう3回ぐらい撮影でお世話になってる。あそうなんだ。方だった。じゃあ初めましてじゃなかったんだね。そう。じゃあありがたい。メイクさんも。あそうなの。衣装さんも。あらあら。それは嬉しい。そうあの着物。で撮影するカメラマンさんで、それで覚えてました。あカメラマンさんが着物を着るってこと。そう、そういうことか。リナが着物を着てたまたまその人がカメラマンさんなんじゃなくて、そういつも私服が着物の方。すごい、それはすぐ覚えるわ。それで覚えた。じゃあ次こんな感じです。ゆっかーも楽しみなんです。ゆっかーのもお願いいたします。じゃあ私はじゃーん VR タイトル。おそのまんまだ。そう VR がきっとこれを見てなんだこれって、なんか思った方びっくりされた方も多いかなと思うんですけど、めっちゃ大真面目にやってますこれ。大真面目に。めっちゃ真面目に。でもなんかそのなんだこの不思議な世界観なんですけど、VR を最初つける瞬間から始まって自分のページが本当ストーリーみたいになってて、なんかその VR の世界にいろんな私が出てくるんですよ。でその不思議な世界観も楽しんでほしいし、一つね夢が叶ったんですよ。私ずっと着ぐるみを着たくて、着ぐるみ本格的な着ぐるみの中身として働きたいって思ってたの、私ちっちゃい頃からずっと。でその夢が今回かなってその着ぐるみの中に入るっていう。すごい、それはすごい嬉しかった。どんな形でかなと思わなかったすごいね。嬉しかったし、もうめっちゃテンション上がっちゃって。どういう感じ。着ぐるみさ、着ぐるみさ、なんて言ったらいいかな、1個さ、1ページさ、着ぐるみカットあってさ、そうそうそう、あれさ、え、これ中身ゆっかじゃなかったの。え、大丈夫、ちゃんと私だからそれちゃんとゆっかだった。ちゃんと私、よかったよかった。着ぐるみ着てても私どんな顔してればいいんだろうってちょっとないからね。外見えてるの。外見えてる、そう、あのそのページちょっとぜひともね、見てもらそのページちょっとね、ちょっとぜひお気に入りページだから。あのページ、着ぐるみページ、もうテンション上がりすぎて、その着ぐるみ着た時に、あれ着たまま、なんか曲が流れて、そのサイレントマジョリティと不協和音流してもらって、めっちゃ踊って汗だくになったの。それ汗だく。あ、これ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 、じゃーん。あ、両方見せる。こっちこっち、内側ね、言ってるのは、そう、これユッカーじゃなかったらどうしようって思ったやつね、これこれ。これ何、牛？いや、ブルドッグ。あ、ブルドッグ。牛じゃん。わかんない。待って、ここで見たら牛見れただけで、ここ見たらブルドッグ。このさ、線、あ、そう、なんか飼われてる。首輪的なね。首輪なの。そう、で、これをね、でもいろんなポーズしてる、このワンちゃんになりきって。あ、そうなの。あと、あのちょっと大人っぽいやつも挑戦して。ほら、あら、なんかちょっとレースみたいな。ちょっとね、恥ずかしかったけど、でもおしゃれに撮っていただけたから嬉しかったなって思います。ぜひとも。照明がすごい。ぜひぜひ。光がすごい。光をそうおしゃれに、そうスケール紙とかをなんかカメラの前におしゃれな感じで撮っていただいて、なんか女性誌とかも撮ってくださってる方で、そう、三宮元文さんっていうカメラマンさんなんですけど、なんかノンノとか美的とかいろんなあの写真、おしゃれな写真集。そう、あとレコメンファミリーの堀美央奈さんの写真集も撮られてて、そうだから私もね嬉しかったの。リラックスしてできました。ぜひ見てください。ぜひぜひ見てね。じゃあ、ヨネだね。はい、はい、恥ずかしいな。はい、じゃーん。こんな感じですって。こんな感じ。タイトルがシャープ FFF なんですけど、白のカラーコードなんですよ。3万人だね。
あら、あら、ありがとうございます。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 見ててね。そして、そして。はいはい、そして、そして、今ね、ちょっと私の説明、あれなん、結構、やっぱりその、白の衣装が多くて、かもう全部白、もう、背景も白いし、衣装も白いっていう感じで撮らせていただいて、ちょっと恥ずかしいな恥ずかしいな、ちょっと花も白いね。そう、花かすみ草かな、これ綺麗だよね。私のおすすめカット、本当になんかありのままのよねって感じすごい、うん、めちゃめちゃね、うん、メイク薄かったもん。ちょっとね、本当に大丈夫って心配になるぐらい薄かったもん。変わってんの？めっちゃ透明感あるよ。でもね、本当にね、心配だったヨネはね、心配だった。大丈夫かなって。これちょっとみんなが言ってるやつでしょ。ヨネか、違う、ヨネのって本当にヨネいいんだよ、ヨネの。あーやめてくれ、やめてくれ、恥ずかしいから、恥ずかしいから、恥ずかしい、ちょっと恥ずかしい、楽しみ、恥ずかしいな。あ、ヨネね、これが一番好きなんですよ。ミラも好き、好き、これが好き。ちょっとヨネの一押しカット、ちょっと待ってね、半分だけ、半分だけ、ちょっと片方は見せないよ。ヨネの一押しカットがこちらです。見えたかな、じゃあ、おしゃれだよね、これね。じゃあこんな感じです。すごい、結構なんだろう、ちょっと自分で言うのもあれなんだけど自分で言うのもあれなんだけど、なんて言ったらいい、うん、こう首がよくある、この首筋っていうの、うん、なんて言うんだろうね、ここセクシー、うん、首の筋、筋がちょっと綺麗に撮っていただいたなと、うん、ありがたく思っております。あ、カメラマンさんが女性の方だったんですよ。あ、本当だ。そう、はじめましてだったんだけど、私は寺田真帆さんって、そうそうそう、なんだろう、あ、寺田真帆さん、ちょっとね、さっき話したんだけど、そのお母さんなんですよ。お母さんなんですよ、寺田真帆さん。え、ヨネの？え、違う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 、ヨネのお母さんだったとしたらびっくりした。違う。子供がいらっしゃるんですけど、なんだろう、やっぱさ、なんか違うよね、その温かさ、そう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 、ね、すごい優しくて、結構、なんていうか、そのさっき、ちょっとみんなが騒いでたみたいな、ちょっと挑戦したカットもあったから、緊張、めちゃめちゃ、そうだよね、ちょっとっていうか、もうめちゃめちゃ緊張してたんですけど、それを、なんだろう、緊張をほどいて、女性だと安心で、そうそうそう、確かに、撮っていただきました。楽しみだ、これはもうね、見たくてしょうがないよね、今恥ずかしい、本当に今まで見たことないよ。本当、でもそういうのが、ね、手詰まってるからね、みんなも、そうそうそう、私以外にもみんな結構、あ、こんな表情しちゃうの、みたいな、なんかさ、知らないじゃん、別々に撮ってたから、何もあまり知らなかったから、え、教えてくれなかったもん、そうそう、聞いてない、聞いてない、そうそうで、この間の握手会の途中にもね、みんなで見てて、そう、みんなギャーってもう、なんか中学生の教室みたいな、みんなめっちゃ騒ぐから、ほんと誰か慣れてないから、そういうの見る、誰かの女形とか見えちゃったら、見えてる見えるのみたいな、で、みんな楽しかったから、きっとファンの方もほんとね、楽しいかなと、驚きがいっぱいあると思う、ねえ、なんか感想聞きたいな、ねえ、じゃあここで、はい、あるコーナーに移りたいと思います。イエーイ、題して21人の未完成ランダムトーク、イエーイ。じゃあこうお願いします。はい、この中に21人の未完成に関することが書かれた紙が入っているそうです、このコーナーでは2人でくじを引いてその話題で話していきたいと思います。じゃあ、2人でくじを引くの、とりあえず3人とりあえずじゃあユッカーから引きますか。はい、あ、いいの、私、ありがとう、どうぞ。何が出るかな、何が出るかな、何が出る、2個出た。はい、あ、じゃあとりあえず発表、はい、今日家に帰ったら真っ先にしたいこと、今日家に帰ったら真っ先にしたいこと、このびっくりは何、この一旦
の飲み込むの時間かかる。え、なんだろう、3人言うと3人で話してくる。なるほどね。え、おめでた人、一番目にしたいことってこと？家帰ったらすぐ、え、お風呂入る。あ、それ私も思った。とりあえずお風呂入るかなって思って。えらい、いつもいつも。なんかお風呂入るまでさ、ちょっとダラダラしちゃうからさ、なんかソファーに座っちゃうと思うだね。お風呂入るまでもう腰が重くて、でも何したいかな。でもなんかすぐ寝ちゃいそう多分。なんかずっとさ、さっきもさ寝てた、さっきも寝たの。これはこのね、抱き枕と枕にしてちょっと寝てしまって。そう、もう夜がやったら、あー、寝るかな多分。化粧落とす、落とすかな。そう、とりあえずメイク落として、ちゃんとお風呂入るけど、多分あの舞台の映像を見て。あ、そっか、今ね、舞台中だもんね。そう、多分寝るかな。で、むーちゃんお風呂？うん、お風呂。私もお風呂やな、あー、いや、たまにどんな日でも最初にお風呂入るの、まず。そっか、寒いもんね。予約するのめっちゃ忘れんのよ。あのそう、帰ってくる時間ぐらいには予約するシステムあるじゃん、ね、お風呂って、あれを忘れて、そのさ、お風呂を沸かしてる間にメイクとか落とそうって思うやん。で、1時間ぐらい寝てて、あ、ほら、やってないっていうのもね、ある。で、気づいて、でも一応朝まではあんまり行かないのよ。起きんだけど、ちゃんと微妙な時間で起きるの。そう、微妙な時間に起きちゃうの。良質な睡眠取れてないよ。良質な睡眠、心配。じゃあ次行っちゃうか。次、じゃあリナさん、はい、ほい、はい、何がしたいのかな、はい、最近ハマってること。わお。この引いた毎回のさ、ユッカーのリアクションが独特すぎ。いや、なんだ、なんか思ったんだけど、え、思いついた人、思いついた、最近ハマってること。あ、何、あの、家具探し。家具探し、あ、家具とか、家電、買い替えたいの。そう、そうなの、とか持ってないのを買いたいなと思って。急にそういう欲が出てきたの。そう、なんか、何一番欲しい？大きいテレビ。ああ、確かにテレビ好きなの。テレビが小さくて、なんか部屋、狭い部屋に大きいテレビだとなんか圧迫感あるよって言われて、小さいテレビを買ったら見えなかった。見えなかったことはないでしょうよ。ベッドから遠くて見づらくて。大きいテレビ欲しいなって。そう、いいね、見に行けるといいね。いいのね。あ、行った、この前。あ、ほんと？そう、55?59? とかよくわかんないけど、インチっていうの、犬を買おうと思ってます。いいね、いいね。ファンの方もお揃いね。インチステマで、テレビのお揃い聞いたことない。ではなんか私、ゲームかな。ゲームするの？ゲームするよ。あんまイメージない。携帯ゲーム？あ、そう、携帯ゲームも。あ、見るかも。そう、携帯ゲーム結構ずっとしてるじゃん、うん、携帯ゲームもするし、なんて言ったらいいんだろう、その普通にもうゲーム機のゲームもするんだけど、今そのゲーム機が実家にあるがゆえに使えなくて、できなくて、だからゲーム機を買いたいのよ、新しく新調したいんだけど、それを何買うかちょっと迷ってるところ。そうゲームですね、私は。ゆかは？待って、私今朝さ、これハマってると思って、思いついてこれ言おうって思ったのに忘れちゃった。そんなことない。これなんかあったら言おうと思って。なんだろう、じゃあ今思いつくのはポニーテールかな。あ、そうなんだ。あんまりしなかったんだけど、そう、ポニーテールがその役でポニーテールになったんだけど、それからずっと最近ポニーテールだから似合うね、ポニーテールね。本当に、うん、ちょっと最近ハマってるかなって思う、うん、って話でした。はい、はい、次じゃあ、ヨネ。はい、はい、あれ、はい、じゃーん、はーい、はい、あ、カメラマンさん、カメラマンさん、あ、写真集の。なるほど。さっきね、ちょっと話したつもりしてしまった。どうします、もう一回引きます。もう一回引きましょう。ごめんなさい、もう一回引きます。ちょっとさっき喋っちゃった、先走ってしまった。いっぱい喋っちゃった、さっき。
どうしよう、これでまたさっき喋っちゃったら。まだまだ。あ、大丈夫そう、大丈夫そう。あ、大丈夫そう。年末なので、来年頑張りたいこと。あー。来年。来年、なんだろう。来年なんだろう。あ、はい、うん、あれだ。私、その、ゲーム、漫画とか、インドアの趣味が多くて、うん、だから、アウトドアの趣味が欲しいなって思って。なるほどね、なるほどね。で、あれなのよ、その、前の、セブンスの、あれ、なんて、あれ、なんだっけ、特典映像。あ、そうそうそう、特典映像で、ミーパンと一緒に行ってて、うん、あれ、なんて、キャニオニ、ケニアリングじゃない、うん、あれ、なんて言うんだっけ、壁登るやつ、ロッククライミング、ロッククライミング、ロッククライミング、何クライミングクライミング、え、まあまあまあ、クライミングするやつをやってて、それが結構ね、いいなって思って、だから結構そういう運動系の趣味を増やそうかと。いいね、あの、似てるかも。私も来年あのマラソン出たくて、なんかずっとマラソン出たくて、なんかね、え、駅伝ってこと？駅伝、駅伝とマラソンの資格ない、違う。なんか例えばあのホノルルマラソンとか12月に今年あるんだけど、そういうのね出たい。なんかなんかそういうのを一個やりとけて、きっとなんかあ、やりきったぞって思える気がして。あとさ、ね、なんだろう、トレーニングとかさ、うん、こう自分をちょっと追い詰めていくの結構好きだね。そう、なんか追い詰められてこそその限界突破みたいな。なんかそう、なるほどね。あ、ボルタリング、ボルタリング、ボルタリング、ロッククライミングじゃなかった、コメントで教えてくれた。ボルタリングです、ボルタリング、私がミーパンとやったのはボルタリングです。ロッククライミングだ、なんだっけね、ロッククライミングは岩か。そうだ、そうだ、ボルタリング、ボルタリングです。ド M じゃんっていっぱい来てる。いや、ありますから、 M とかじゃないですよ。みんなはえ、なんだっけ、質問、趣味、いや、趣味じゃない、来年頑張りたいこと。なんだろう、なんでもいいんだよ、グループのことでもいいし、個人としてでも。なんだろう、最近来年頑張りたいこと、全部りなちゃんは全部頑張ります。そうだね、いつも全力のりなちゃんだから。頑張ります。全部すいません、ね、はい、ということでこのコーナーは、あ、もう一回やっていけるかな、まだ多分時間的にいける。じゃあゆっかもう一回引く、え、引いちゃっていいの、うん、やったー、何が出るか。よし、はい、やった。私の国語が未完成。いっぱいあるよ、いっぱいあるよ。なんだろう、なんだろうな、いや、いっぱいあるけど、うん、一番最近見た目で思うのが、うん、髪、髪、え、どういうこと、めっちゃ金に染めた意欲がすごくて、え、金、何が金、違う、なんか金、まあ、言ってたね、言ってたでしょ、めっちゃ、でも、うん、ちょっといかつすぎるかなって思って気持ちを抑え込んでるのよ今。なるほど、ね、ちょっと私の顔に似合うかなとか いろんなことをね、あ、なんか、だからこれ今この髪未完成状態なんですよ。なるほど、え、でもなんか見ていたい気もする。なんかどうなっちゃったんだろう、ちょっとさ、人生に一回さ金髪したくない、あ、この長い人生の中で ね、そう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 、びっくりするのね、未完成、これ見せてもやったらいい、もしね、もし金髪にしたら、うん、みんなに写メ送る、みんなに送る、グループラインで送って、未完成、未完成いっぱいあるけどな、え、たどり着けない道、なんていうんだろう、うん、方向音痴、あー、え、方向音痴なの、うん、多分、待って、でもそうだ、ね、この前、1ヶ月前ぐらいに美容院、うんうんうん、初めて行く美容院に行った時、駅から徒歩5分って書いてあったんだけど、30分は歩いた。徒歩5分30分。てか、なんかもうそういうのが日常茶飯事。だからすごい早く行く。1時間前とかに行って、あ、初めて間違えた。で、30分迷った後にお店に電話して、うん、尋ねる。あ、どっかのさ、スタジオの時にさ、あ、あった。え、みんな来ないなって思ったら、どこかわかんないです。そう。もうしょっちゅう。あ、4万人。
になって。ありがとうございます。ありがとうございます。見ててね。私、最近思うのが、まあ、前からなんだけど、走り方が未完成だなって思う。え？あんまり思ったことない。思ったことない？うん、私も走り方をすごいかっこよくしたくて、あのなんかね、ライブとかで走るとき？そう、ライブもそうだし、今もやってる舞台でも多いし、あの分かりやすい、なんか手をつないで帰ろうかのミュージカルを撮ったときに自分の走ってるシーンを、それで私知ったのは、え、自分ってこんなだったのって、それが結構ショックだったから、それからいろいろ研究するんだけど、なかなかね、走るときに首が動いちゃうんだよね。手もなんかどうするのか分かんないし。動いてるね。なんかあれだよね、鉄ならさ、アカネとさゆっかさ走ってるじゃん、うちら見れるじゃん、動いてるわ首。動いてるわ。もう直したくてね、しょうがないね。かっこよく走れるんだよ、なりたい。それぐらいかな。いやでもこのね、話していくと結構尽きないね。どうだったんだろう。じゃあというわけで、私たちが担当しました、はい、写真集の魅力を紹介しちゃうぞ週間2日目、いかがでしたか。いかがでしたか。もうね、終わりなんですよ。もう終わりなんですよ、皆さん。あー、おずきスタイル的なね。おずきの方が強烈だと思うけどね。おずきは楽しかったって。上に向く首が動くってたけしさんみたいだ。たけしさん、確かに。よかった、楽しかった、楽しかった。素晴らしいだって。素晴らしい。スイ。終わらないで。よかった、嬉しい。明日誰？明日誰だろう？明日。明日みんな、明日むしろ誰がいい？ね、明日誰がいいかね。みんなの意見を聞きたい。ね、おだなな呼んで、おだなな呼んで、お、あー、ダニーいいじゃん。リサ、アカネ、ユイポン、リサ、おだなな、めっちゃ、スズモン、ポン、モンちゃん、あー、すごいね、いいね、その辺ね。ね。すごいね、ダニー人気がすごいな。ね、ダニー来たらもうモンちゃんですよ。だね。いや、ペイちゃん、あ、いいじゃん。みんな来てくれるじゃん。うん、で違う、こののさ、ダニとモンちゃんはセットなんだね。すごいね、夫婦だから。じゃあいいんじゃない、ダニもう、ダニ確定かなこれは、ね、でもダニとモンちゃん来たらユイポを読まないと。そう、でもね、明日の企画がね、複雑になってくかな。明日の企画がなんとですね、21人の未完成発売記念、未完成パーティーらしく、ちょっとパーティーちょっとよくわからんけど、パーティーするらしいな。だから多分ね、人数が多い方がいいんで、ちょっとみんないっぱい、みんないっぱい言って、みんないっぱい、今ね、ダニモンちゃん、イーポンの今三角関係だから、ちょっと和らげてくれる2人を。あー、ペイちゃんの、ペイちゃんもやらげてくれそうじゃない、やらげてくれ、存在がもうマイナスイオンだから。リサ、リサ、めっちゃリサいいのない、ベリリペイちゃん、リサ、ダブル渡辺、ダブル、あーね、で、5人でしょ、5人、5人でパーリー、5人でパーリー、5人でパーリー、じゃあ、5人でパーリーかな、5人でパーリー、それで、ね、みんな来てくれるかな、パーリーしてくれるかな、本当、いいなー。そ、まあ、そんな感じでね、お送りしてきたけど、私たち初めての写真集、21人の未完成、発売までもうあと1日、あと1日、ね、あとちょっとです。引き続き、欅坂46の写真集よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。右上あるのかな、ここら辺にあるのかな、そちらも紹介してください。紹介してね。じゃあ明日はもう、小田菜の、ゆいぽん、みゆちゃん、ぺーちゃん、りさ、5人でパーリー、パーリーなので、そちらも、ね、楽しみにしててください。楽しみにしててね。嬉しいですね、4万人以上ありがとうございます。ありがとうございます。本当もありがとうございました。ありがとうございました。もうちょっとどうする、コメント、ちょっと最後読んでから終わります。う、ね、じゃあ、写真集楽しみ、お疲れ様、バイバイ、ありがとう、こちらこそ、こちらこそありがとう。
パーリー、パーリーデイズ、明日はパーリーデイズで、ね、神面だって嬉しい。アモニニヒコ先生ってがある。いやカタカナケーキだから。そうだね。すっごい楽しみ。大好きやでだって。風邪ひかないでねだって。ありがとう。みんなも風邪ひかないでね。ね。ありがとう。ありがとう。うん。やれず楽しかった。まず金髪ヨネさん。今まず金髪ヨネさんはねちょっとみんな。もうちょっと待ってほしいかも。今すぐにはちょっとね金髪にできないんで。いやありがとう。あ、もんちゃん、もんちゃんじゃないわ、やばい。ゆうか、ゆうか、ザンビ、ザンビ頑張ってねって言ったから、頑張りき、頑張りき、ありがとう。それでは、はい、また明日ですね。明日だね。じゃあ楽しみに。というわけで明日もお楽しみに。はい、バイバーイ。バイバーイ。ありがとう。ありがとう。あ、そうか、押さなきゃいけない。